松本三つのの指紋一、1. 運命の手紙霧の深い寒い晩であった岡本は梅雨のしたたるような白人を頭上にひらめかしながら 満場の拍手を浴びて一鎖剣舞を終わると幕の後ろに下がって額の汗を拭きながらほっと息をついたこうして数千の観客を前にして高い舞台に立つと無性に喉が渇いて明日はおのずからすくむほどであったがこれでも3日目の今夜はだいぶ離れがしてきて少しは観客の顔が見えるようになってきたのである。 幕あいのにぎやかなオーケストラを後にして楽屋に通ずる狭い廊下を通って行くと縄橋子、竹竿、丸太手鍵一輪車白く塗った玉乗り用の大玉などが所狭きまで寄せかけてある突き当たりの戸口から一座の花形の時子が出てくるところであった彼女は時色の羽豚に 農園の課長の刺繍をした舞台着をつけている時子は海外宿墓場の桃立ちをとって白布で鉢巻きをした岡本の姿を見ると黒目がちの大きな目を分けてにっこりと笑った2人がすれ違った時に岡本は何ということなくわざと肩肘を張って女のふくよかな二の腕に触れた「明日は早くいらっしゃいね」 時子はそう言って小鳥のように彼の袖の下を駆け抜けていった岡本は幸福な心持ちで自分たち日本人一座の戦友と決まっている楽屋へ入っていった細長い部屋の壁に沿って化粧台が2つ並べてあり横手の壁には縦に長い姿見が2枚かかっているテーブル椅子大型トランクなどが雑然と置き並べている間に 親方の長谷が悠々とタバコをくわえてストーブの前に陣取っていた世話人の武田はそれから舞台へ出る3人の着物を着るのを手伝ってやるとみんなと一緒にどやどやと楽屋を出ていったあとには長谷と五十の上をいくつか越した駒回しの松吉夫婦が陰帽子のように残った夫婦はいつものように その,世のショーを終わって一同が舞台から戻ってくるのを待っているのである親方は岡本の顔を見ると「どうだい君の剣舞はだいぶん評判がいいようじゃないかさっきスミスさんがここへ見えて喜んでいたよ」と言った「そうですかこんなことで客が入るなら音色の絵描きをやめてしまった方が良さそうですな」 岡本は舞台の衣装を脱いで洋服に着替えながら冗談らしく言った何も方便さ時代と時節で人間は何が飯のたしまえになるか分かったものじゃないしかし日本を出るときはまさかこうして人の前で金を取って見舞をしてみせようとは思いませんでしたよそうしてみれば人間の運命なんていうものはわからないものですね 七転び八起とは全くよく言ったものさ私たちのように年を取って昔のことを考えるといろいろなことがあるある時などはいっそ首でもくくって死んだ方がマシだと思うほど偉かったこともありまたわずかばかりの金をもうけて鬼の首でも取ったように得意になった時代もあったものだ長セは 自分でも思いがけなかったほどしんみりした調子になってしまった今夜のようにストーブに手をかざして舞台から戻ってくる一座の者を待っているこうした同じ姿がこの数年来幾度かあったことを思い出していた人数の少ない一行は夏場は主に海岸の避暑地を巡り冬場になると町へ出てダブリンマンチェスターロンドンと 旅から旅を転々としてバスへの寄せを渡り歩いていたのであるやはり年は知識ですね岡本は考えに耐えないように言うとそばにぼんやりタバコを吸っていた松吉は「なんだか知らないけれどもこちトラのようなじじいになるとまず見えも外文もないところで食いっ気が一番さ」。 もっともいくらじじいだって同じ人間の血が通っているんだからきれいな女を見りゃふらふらと年がいもなくおつな気が起こらねえでもねえ。と薄笑いをしながらかみさんと目くばせをした親方は水差しのたばこを火箸の先で丹念に火にくべながら。 世の中のことは何でもそうだが早い話がこの商売だって四季の移り変わりや何かの変わりがあるたびにもうこれで打ち切りかなと幾たび思ったかもしれないがそれからそれとつながりができてきて結局足が抜けずに一生この商売を持ち回ることになるんだまあなんだ看護系収まってしまわなければ 人間のうん不運などは決まるわけのものじゃないああ岡本君は金がいるとか言っていたっけね親方の長セは思い出したように内隠しから紙入れを出して新たに十円札を3枚取り出してとにかく今夜のところはこれで間に合わしておきたまえと言った。 間もなく壁にかかった時計が物々しくくじを打つと舞台に出ていた一座の者が戻ってきた年少の富吉花太郎の二人はふざけて互いにつ,つき合いながら空色の肉シャツを脱いでいるすっかり帰り自宅が整うと各自にその辺の後片付けをして一同は部屋を出て行った後には世話人の武田が残って 忙しそうに机に向かって書き物を始めたでは一足先に帰るからあとをよろしく頼むよと親方が言うと武田は快活に顔を上げてさあどうぞスミスさんはここへ来るようですから相談をしてみましょうもう1週間このまま続けられればこの上なしですからねと言った 汗は大きくうなずいて化粧台の一番下の引き出しからウイスキーの瓶を出してコップに継ぐと気のままで一気に煽ってからみんなのあとに続いたそれは土曜日であった一同は寄席の裏口を出て停車場へ向かった霧を通した両側の町の日は夢のようにかすんでまだ酔いの口ながら人通りはごく稀であった 岡本と時子はいつか狭いペーブメントの上を肩を並べながら歩いていた。そうなの。私は美術館なんてどこにあるのかさえ知らなかったわ。今度連れて行ってくださいね。ええ。いつでも一緒に行ってあげますよ。と岡本は言った。たとえ他に連れがあるとしても、 こうして若い女と並んで歩くのは何年ぶりであろうと岡本は思った同時に過ぎ去ったさまざまな光景が絵巻物をくるように彼の目に浮かんできた最初は松江市で神社の偶使をしている厳格な父親の顔と兄や兄嫁がせっせと忠実に立ち働いている姿が現れた彼は の中学を卒業して好きな絵を研究するためにはるばるとロンドンへ来たのは今から3年前であった当座の1年ほどは C 町のバスへにスタジオを借りて熱心に学校へも通っていたがふとしたことから付近の寄せの切符売り場に働いていたマリオンという女と知り合いになったのが始まりで2人は乱雑な共同生活をするようになったが 間もなく彼の文ちが恐竜に聞こえたので昔かたぎの父親はぜ然としてそれっきり学費の送金を断ってしまったそうなると岡本ははたとその日のパンにも差し支えてしまった初めのうちは日本から持ってきた古錦や父親から選別にもらった金時計を売ったりして当座の急をしのいでいたけれども二か月ばかりのうちに 金目のものはことごとくなくなってしまった次に岡本はみぞれの降る陰気な日のみぞれの降る陰気な日のるな午後にむさ苦しいベッドや朝のままに投げ出してある食器などの取り乱したスタジオで金のことからマリオンと激しいいさかいをしたことをまざまざと思い浮かべたその結果女は散々毒口をついて ドアを叩きつけるようにして部屋を出て行ったそれ以来女は再び C 町のスタジオに帰ってこなかった15で初めて女を知った彼は懐かしい追憶の代わりに苦い恋の経験を味わわされたそれからもう1年近くなってまた同じような寒い冬が巡ってくるようになったのである その1年間をかえりみると岡本は自分ながらよく今日まで命をつないできたと思ったマリオンが家を出てしまうと彼は自分の所有に属するわずかばかりの道具をことごとく売り払って今の椎町に貧しい下宿住まいをすることにした彼は朝から晩まで絵はがきを書いては町の店屋へ持って行ってどうやら自分一人の生活を支えていたが ある時町の美術庁へ行った帰りに久しぶりで H 公園を抜けると偶然の機会から日本人の紳士と言葉を交えて名刺をもらったことがあったその時はそれが未来の縁になることとは思いもかけなかったけれどもその後絵はがきの売れ行きが思わしくなく不安な日を送っているうちについこのほど思いついていつぞや親切な言葉をかけてくれた名刺の主を訪ねた。 それがハセイチザの世話人であった彼はビクトリア停車場から遠くないテームス川のエンバンクメントに近い閑静な工事に住んでいた岡本は恥をしのんで急遽を打ち明けると相手は顔の筋一つ動かさずしまいまで話を聞いた上で当分彼をハセイチザに加えることにしてくれた岡本は 舞台で剣舞と一人劇剣をして見せることにしてようやく生活の安定を保障されたのであるそれが今から五日前で武田が快く引き受けてくれた時は菩薩の言葉を聞くようにありがたかったそして一日二日のうちに寄席の舞台に上がるということが異常に胸をワクワクさせていよいよ当夜が来るまでは 寝ても覚めても落ち着いていられなかったそれが今夜は守備よく3日目の役目を終えて覚悟のない木一本な一座のものと肩を並べながらのびのびとした心持ちになって帰ってゆくのであった激しい生活難と戦って人の情けに飢えていた岡本にとってはこうして一座の人々と一緒に歩いているということだけでも十分に幸福であった 一行がアクトンの停車場まで来ると岡本は日本の友人から送ってくれた雑誌を楽屋の机の上へ置き忘れてきたことを思い出して「ああ、いけない本を忘れてきた!」と言った何の本そういえば机の上に雑誌が置いてあったわね今朝届いたばかりの雑誌で今夜読むのを楽しみにしていたのだから 取りに行ってきます。では僕は失敬しますからお先へどうぞ岡本はそう言うときびすを返して元の道を戻っていった彼は霧の中を急ぎ足でちょうどエンパイア座のすぐ曲がり角まで行くと事務所の入り口で爆音を上げていた自動車がスッと走っていった岡本は顔なじみの番人に挨拶をして 勝手を知った自分らの楽屋へ行くと秘書の武田はどこへか行ったと見えて電灯は消えていたがドアには鍵がかかっていなかった彼は机の上から雑誌を取ると元通りにスイッチをひねって外へ出た街の外れから寂しい片側町になって一方の柵の外は汽車の線路が走っていた彼は、 ひとかたまり数軒立ち並んだ最後のうちの前を通り過ぎようとするとどこからか英語で「もし、もし」と弱々しい女の呼び声が聞こえた岡本は道の真ん中に立ち止まって辺りを見回したが寂しい往来には自分のほかに人影はなかった 女は再びささやくような低い声で「お願いですからどうぞ私を助けてください」と哀願するように言った女の声はずれの家のポーチから起こった見ると太い円柱の影に黒い人影が動いているお呼びになったのは私のことですか 岡本は半ば冗談らしく言った全くそのような寂しい場所でしかも9時過ぎになってから女が人を呼びかけるというのは大抵の場合見当がついている売春婦か物乞いかいずれにしてもろくなものではない誠に恐れ入りますあなたを立派な紳士とお見かけしてお呼び立てを申したのでございます あなたは一体どこにいらっしゃるんです岡本はつかつかと石段を登ると。ああ、もし、どうぞそばへは来ないでください。と、女は慌てて止めた。それで、あなたは私にどうしろとおっしゃるんですどうぞ、女を一人助けると思って。 この手紙を今夜のうちに届けてくださいませんか誰にです宛名と番地は封筒の上に書いてあります。この手紙が今夜のうちに宛名の人の手に渡らなければ、私の命に関わるのでございます。あなたの命ですって とにかく手紙を見せなさい。岡本の言葉に厚いベールに顔を包んだ何者とも知れぬ女は細い指先に一葉の手紙を挟んで円柱の影から差し出した彼は手紙を受け取るなり一足前へ進んで下から顔を覗き込もうとすると何と思ったか女はいきなり石段を飛び降りて一山に往来へ走り出て たちまち霧のうちに姿を没してしまった 2. 空き家の殺人。不思議な女から手紙を託された岡本は停車場の電灯で密かに封筒を出してみると「HH 様カムデンタウン街40」とタイプライターで打ってある。 カムデンタウンといえば彼の住む G 町の次の駅で下宿からは徒歩でも15分があれば十分行くことができる厄介な用事を頼まれたものと思ったけれども宿へ帰っても冷たいとこへ入って雑誌でも読みながら眠るより他に仕事のない彼は大した苦にもせず大西鉄道に乗り P 停車場でさらに地下鉄道に乗り換えてカムデンタウンに降りると バーの横を曲がって並木のある暗い町に入った40番は弓なりに続いた一本通りの中頃になっていたアスファルトの敷石の上をコツコツと靴音を立てながら左側のうちの番号を見ていくうちにようやく40番を探し当てて傾きかかった石段を上ると軽くドアをたたいたしばらく待ったが答えがなかったので 次には心持ち強くたたいた冬の夜の10時を過ぎた町はいずれもブラインドを下ろして明かりのついた窓はわずかに数えるほどしかなかった岡本は町やぐんで何気なくドアを押すと意外にも鍵が外れていて音もなく内側へ開いたホールは真っ暗で鼻をつままれてもわからないくらいであったが 闇に目が慣れると正面の周り階段になった突き当たりに明かり取りの窓があることがおぼろげに見えてきたそればかりでなく階段の下まで行くと2階の裏部屋のドアの下から漏れる明かりがかすかに階段の手すりにさしているのが見えた彼は明かりを目当てに階段をふた足みやし登ってゆくとたちまち2階の床を慌ただしく人の歩く足音がして 窓を開ける音に続いて何者かマルコニーからヤードへ降りていく気配がした岡本は飛ぶように階段を駆け上って明かりの漏れている裏部屋のドアをいっぱいに引き上げると何の装飾もない裸部屋の壁よりのところに鳥打ち棒をかぶった男がうつむきになって倒れていた岡本は男のそばへ駆け寄って力任せに体を揺り動かし 床に押しつけた顔を横合いからのぞき込むと半ば目を見開いて歯を食いしばったまま考察されているのは紛れもないさっきアクトンの停車場で別れた親方のハセでそばにはアサギの手ぬぐいが投げ捨てであったそれを見ると岡本は肝も転倒するほど驚いて窓から首を出して 大声に助けを呼んだ。窓の下では一人の男が、ヤードのレンガベを越えて逃げていくところであった。その男を捕まえてくれ人殺しだ岡本の叫び続ける声に、あっちでもこっちでも方々の家に明かりがついて、人々が窓から首を出した。 間もなく制服を着た2人の巡査が岡本の声を聞きつけて足音高く2階へ駆け上がってきた巡査は床に倒れているハセと真っ青な顔をして窓際に立っている岡本を見比べながら「これはどうしたわけだ?」と言った今この部屋から泥棒が逃げていったんですあのヤードの塀を越えて横丁の方へ走って行きました そういえば、今しがた横通りを誰かがかけていったように思うが、それがここに倒れている男と何の関係があるねその男が多分親方を殺したのではないかと思います。この男は君の親方かねそれでは君はどうしてここへ来たのだ用事があって訪問したのですが、 玄関のドアが開いていたのでホールへ入ると2階で騒がしい物音がしましたそれで私は何か返事でも起こったのではないかと思って階段を駆け上がってみるとこの通り親方が倒れていて一人の男が慌ただしく塀を乗り越えていったのです一体誰を訪ねてきたのだ 空き家に君の仲間でも隠れていると思ったのかね空き家ですってこのうちが空き家ですってそれはどうして空き家に親方がいたのですどうしていたのかそれは君の方で知っているだろう。私は何も知りません。このうちが空き家だとは思っていなかったので、 ここのの主人に会うつもりでで来たのです。岡本の言葉には返事もせずに巡査は互いに耳打ちをしていたが一人の警官は警視庁へ電話をかけるために部屋を出て行ったそれからおよそ10分間も経った頃自動車が家の前へ止まって警部医師探偵カクストンおよび部下の刑事が2人最前の巡査を先にして どやどやと部屋へ入ってきた。医者は直ちに検視にかかるとカクストンはおどおどしながら立っている岡本の顔をちらっと見たばかりで死骸のそばに膝をついて熱心に医者と話を始めた巡査は警部を見ると挙手の例をして「私は今夜この町の当番です」「10時半にちょうど私の交代時間でした」 私は仲間と町の角で二子と三子と立ち話をしていた時空き家であるはずのこのうちの裏部屋に明かりがついているのを発見して不思議に思っておりましたが間もなくただならぬ人の叫び声がしたので仲間と二人で飛び込んでまいりますとこの通り男が倒れていてここにいる日本人がうろうろしていましたから早速取り押さえたのであります。 と死骸を発見したまでの経路を物語った丸顔の太った警部は刀ごとく岡本の住所生命職業等を聞いた上「この通り事件の表示から見ると君は非常に不利な地位にあるわけだ。我々は君を加害者いや少なくとも最も有力な嫌疑者として認知しなければならないが」 君の陳述から君にとってどのような有利な反証が上がらないとも限らないから何一つ隠すことなく君の知っているだけのことをすっかり言ってみるがよい」と顔を和らげて言った「私は親方に使ってもらって今日の生活費を得ているもので私はいのちの親のように感謝しているんです」 その恩人をどうう。しして殺す必要がありましょう私は今夜アクトンエンパイア座の楽屋で冒険の半分をもらったほどです岡本はそれだけの前置きをしてその晩9時に舞台をしまうとみんな連れ立って停車場に向かったことから停車場に着いた時自分は楽屋へ雑誌を置き忘れてきたのを思い出して引き返したこと。 停車場へ戻ってくる途中の寂しい片側町で熱いベールをかけた見知らぬ女から手紙を託されたことそのうちのドアをたたいたが返事がなく情が外れていたのでホールへ入ると2階に騒がしい物音がして何者かがバルコニーから逃げていったことそれから死骸を発見したまでもオチもなく語った警部は 半信半疑で岡本の顔を見つめていたが君は子供じゃあるまいし顔を見ず名前も聞かずしかもそんな寂しい場所で一面識もない夫人から手紙を託されるなんて少々おかしな話じゃないかそれに女は今晩中に手紙を届けてくれと言ったというが いい具合に届け先がカムデンタウンで君の下宿の近くだからよかったもののこれが遠方だったらどうする気だったねそのようなことは私は知りませんただ女が命に関わる重大な要件だというので仕方なしに引き受けたのですでは女は君が G 町に住んでいるのを知っていたと見える 大方君の友達ではないかね私にはそのような友達はありませんどれどれそれではその手紙とかいうのを見せてもらおうまさ、あ、か霧が深いのでどこかへ落としたなどとはいうまいねえというとさっきからうつむきがちに室内を歩いていたカクストンはハッと警部の耳元で何事かをささやいた 警部はうなずきながら岡本の差し出した封筒を注意深く受け取って封を開けると四つに畳んだ手紙を軽く手のひらの上へ広げたそれには英文のタイプライターで「この書は帰化の遭遇すべき生死の二つの道を示すものなり帰化にしてもし前者を選ばれるならばすべからくこの書の持参人に 千円を渡さるべし「しからずんば死はたちまち帰かの上に下らん」と記してあった警部は手紙をカクストンに渡すと彼はしばらく打ち返し打ち返し見つめていたが元のまま丁寧に折りたたんで封筒とともにポケットに収めてまた部屋の中をうつむきがちに歩き始めた 手紙のなーての HH というのは何者だねと警部は言った。誰だか一向知りませんが、親方がここに倒れていることから想像しますと、HH というのは、波瀬平蔵という親方の名前の頭字を取ったものかと思われます。おお。それで君は せっかくみんなと一緒に停車場まで行ったのにかかわらず、わざわざ君一人だけ後へ引き返したのは何の用事を忘れたとか言ったっけね警部は心の底まで読み通すように岡本の顔を直視しながら言った。今朝日本から届いた雑誌を楽屋に置き忘れてきたのです。楽屋へ戻った時、君は誰かに会ったかね いいえ会いません世話人の武田さんもおりませんでしたただ寄席の事務所の入り口で守衛に挨拶をしていきましたからことによると覚えているかもしれませんでは君が忘れ物をして全く楽屋へ雑誌を取りに行ったということを証拠立てるのは事務所の入り口で守衛に顔を合わせたということだけだね 見ず知らずの夫人から手紙を託されたということについては君の言葉以外に確実な証拠がないわけだ時に親方の住まいは何番だねやはりこの町ですしばらく待ってください手帳を見ますから岡本はポケットから手ずれの下帳面を出してページを送っていたがああこれです 38番です。と言うと。なんだ。38番なら隣じゃないか。と、刑事の一人と、刑事の一人がはたから口を入れた。君は、親方の住まいが隣だということを知らなかったのか。この町だということは知っていましたが、今日初めて名刺をもらったので、何番だか記憶していませんでした。 岡本は答えたが、親方のうちの隣とは知らずに頼まれて手紙を持ってきた我が身のうかつさを歯がゆく思った3夢中。その夜親方の長サや時キらの一団がカムデンタウン街のうちへ帰ったのは10時近い頃であった。 いつもの通り親方は自分の仕事場と寝室になった3階へ上がってしまうと後に残った若い者たちと松吉夫婦は番茶代わりに薄い紅茶を入れてその朝日本から届いた甘納豆と塩せんべいの包みを開けた「ねえトキちゃんお前お茶が入りましたって親方を呼んでおいでよ」と松吉のかみさんが言った。 いいのよ。おじさんは甘党じゃないんだから今ごろは自分の部屋の戸棚にしまってあるウイスキーを飲んでいるわとときこが言った「塩せんべいならウイスキーにいい魚だせっかく日本から届いたのだから時を持って行きなよ」松吉はかみさんのついでくれた茶を飲みながら言った。 ときはしぶしぶ皿に盛った甘納豆と塩せんべいを持って3階へ上がったが間もなく降りてきておじさんったらいくらドアをたたいても返事をしないのよきっといっぱい起源でいい心持ちになって寝ているんだわそれから今3階のはしごを降りてきたらお隣でガヤガヤ人の話し声がしていたわ兄さん見ておいでよ とけげんらしく言った。そんなことがあるものか隣は空き家じゃないか時子にやにと呼ばれた2 2歳のキリッとした青年が読みかけの新聞を下に置いていったそういえばさっき便所へ入った時2階の方でガタガタ音がしていたよ親方が3階にいるきりであとはみんなこの部屋にいたから。 俺は変だなと思ったよ。16になる。花太郎が口を出して。俺だって。隣の空き家についちゃまんざら知らないことはねえが。親方が勝手にやること。だから、こちとらは見て見ぬふりをしているのさ。と松吉が言うと女将さんはそばから怖い目をした。 お前さををつけて口を聞くものだよけいなことをしゃべってかかり合いにでもなると面倒じゃないかとたしなめるように言った一同は貧しい装飾をした表部屋の食堂で不安な顔を見合わせていると突然玄関のドアを激しくたたくものがあった。 ときこの兄の弘吉はすぐ玄関で立っていった。一堂が片づを飲んで耳を立てていると、弘吉はホールで誰かと立ち話をしていたが、やがて青い顔をして食堂へ戻ってきた。おい、今探偵が来たんだ。みんな、すぐ隣へに集まるんだ。弘吉さんだけじゃないの。 私たちも行くのかい。松吉のかみさんは亭主の顔を見たああこのうちにいる者は誰も彼も一人残らず行くのだとさ仕方がないよすぐ行こうと広吉は言った一同は広吉を先に立てぞろぞろと隣へ行った2階の戸口に張り盤をしていた2人の巡査は 一人一人名前を聞いて中へ入れた室内の光景にみんなは思わず恐怖のうめき声を上げた中にも弘吉と時子は狂気のように死骸のそばへはせ寄ろうとすると警部は穏やかにそれを制して「まあ落ち着いてここへおかけなさい」と言いながら ワワククと体を震わせている時子に椅子を勧めた一人一人尋問が始まったみんなのうちで比較的英語のわかる弘吉が通訳をした皆の一致した公共は9時過ぎに連れ立ってエンパイア座を出たが停車場へ着いた時岡本は忘れ物があると言ってただ一人引き返したこと自分たちの帰宅したのは10時少し前で 被害者はすぐ3階の居間へ引き込んだということそして被害者が食堂の横手を抜けて外出したのを誰一人気が付かなかったということである現状に投げ捨ててあった手ぬぐいは疑いもなくハセを考察するために用いたものである手ぬぐいはアサギの無地でハセ自身の所有物であることが判明したなお詳しく尋問すると 毎朝顔を洗うためにはしご団子を降りてくるときや風呂場へ行くときは必ず手ぬぐいを首にかけて時には食事のときまでとるのを忘れていてよくみんなに笑われることがあると松吉が恐る恐る言った時子はおぼつかない片言で「岡本さんは何の間違いでこんなところへ着合わせたか」 私はよくわかりませんがこの方は決してこのような恐ろしいことをなさる方ではございませんあなたのお話では被害者を発見したのは岡本さんだということですがもしハセを殺したのが岡本さんとしたらそのまま逃げ去るのが当たり前ですのにどうして窓から首を出して警官を呼んだのですと熱心に言った 警部もカクストンもそれに答えず知らぬ顔で耳打ちしていたがやがて被害者及びその他一同の指紋を取ると「どうもご苦労でした今夜はこれでよろしいから引き取ってください」と警部は言ったそうして広吉松吉及び柄の大きい花太郎の3人を一足後へ止めておいて刑事の1人に現状の写真を幾枚も撮らせてから 長谷の死骸を自宅へ運ばせた。時子は涙のうちにも海外宿取り散らした3階の寝室を片付けたり新しいシーツをのべたりしてうろたえ回っている一同にそれぞれ指図を与えていた弘吉と花太郎はタクシーへ乗ってビクトリア停車場に近い P 町へ世話人の武田を迎えに行った警部は 探偵のカクズトンと2人の刑事を後へ残し岡本を促し待たせてある自動車へ乗った時子は自動車の音を聞くと石段を駆け下りてきて車の引き戸に手をかけながら言った岡本さんあなたはやはり警察へ連れて行かれるのどうぞ本当のことをおっしゃってくださいあなたはおじさんを殺すなんてそんな恐ろしいことをなさいましたの 私は決して、そんな覚えはありません。と、岡本は、うつろのような力ない声で言った。それでは、どうぞ気をしっかり持っていらっしゃい。あなたに覚えがなければ、決して恐れることはありません。ありがとう、時子さん。私を信じてください。岡本は、 涙に濡れた目を開けて時子の手を固く握った自動車は野獣のうめくような警笛を鳴らしながら霧に閉ざされた夜更けの街を走って警視庁へ向かったカクストンは家の内を入念に見て回った家は表通りに向かった方に広い部屋があり裏ヤードに面した方はやや広い部屋で 3階までことごとく同じ構造であるが開花だけは便所の脇に1段下がって2坪ほどの小部屋が余計についている2階に通ずる階段の中段からバルコニーへ出られるようになっていて赤い安物の素焼きの植木鉢が雨風にさらされたまま投げ出されてあった長谷の倒れていた2階の裏部屋には2箇所にドアがあって1つは廊下に面し 他は表部屋に通じていて裏手の窓からまっすぐに2軒ほど下がバルコニーになっていた表部屋の両側面は厚い壁でそこから3階または玄関へ着くのにはどうしても階段を上がるか降りるかより道はないカクストンは最後にバルコニーへ出た凶行のあった40番と隣の38番とは同じ棟で長方形になったバルコニーは 堅牢な鉄柵で中央から仕切ってあった彼は拡大鏡とトーチで鉄柵を一本一本仔彩に調べていくうちに3本目と4番目の鉄棒の間隔が他の箇所に比べて8インチほど広く鉄棒に付着したほこりのすれ具合から何者かがここを通路として伝ったものと推測したカクストンはしばらく闇の中に立っていた 隣の38番では3階は言うまでもなくいずれの窓にも赤々と伝統が灯っていたバルコニーの入り口の両開きのフレンチ窓で内側の階段をせわしそうに上下する人々の姿が赤いカーテンに映っていたカクストンは元の部屋へ戻ると厳重に各部屋に鍵をかけて2人の刑事を連れて外へ出たちょうどその時 武田を迎えに行った弘吉と花太郎の乗った自動車が帰ってきた黒っぽい街灯にネズミ色の中折れ帽子をかぶった武田は力なく自動車を降りて石段を上がっていったカクストンは警視庁へ着くと岡本の所持していた手紙を持ってすぐに試験室へ入ったが再び彼が戸口に現れたのはそれから2時間もたった午前1時過ぎであった 翌朝午前9はるかに街路を見下ろす警視庁の一室でカクストンと昨夜の L 警部は額を詰めてみつみつと嫌疑を凝らしていたカクストンはポケットから写真を取り出して L に渡しながら「ここに昨夜の手紙から発見した4つの指紋がありますいずれも母子を取ることができました封筒の上には3つの指紋。 中身には一つの指紋を見出しましたそれによると三人の異なった人間がこの手紙に関係していることが推定されます指紋が四つあるのに三人とはどういうわけですああわかりました都合四つのうちで二つは同一人物の指紋だとおっしゃるのですねその通りですつまり 封筒にある3つのうち1つは中身のものと同一なのですここに印をつけておきましたが A ののの指紋ははは状、状、B のは斜線状 C のは楕円状です。各人物がこのように明確に異なった指紋を持っているということは我々にとって好都合でしたこれによりますとまず A がこの手紙を書いて封をした上で および C の手に渡したものと見えますご覧の通り封筒の上にある3つの中のらせん状のものはこの手紙の上にもはっきりと鑑識することができますそれでは私の予想通り A は岡本の指紋ですねそれは何とも申し上げられませんとにかく写真室から岡本の指紋を持ってきてください カクストンが言った。命を受けた刑事はすぐに一様の写真を持ってきた。カクストンはそれらの指紋を熱心に見比べていたが、やがて皮肉な微笑を口元に浮かべた。どうでしたもうそれで犯人は明瞭になったでしょう。そばに立っていた警部が尋ねた。カクストンは頭を振って、 人命にかかる大事をそう軽々しく断言してしまうわけにはゆきませんよ。と言いながら部屋を出て行った彼は禅や凶行のあったカムデンタウン街の40番へ行き細心の注意を払って床をなでてみたりこれはと思う戸口や窓のんにさまざまな粉末を振りかけているうちに この2軒の家の唯一の通路とも思われるバルコニーへ通ずるフレンチ窓の金具に2つの異なった指紋を発見したのですぐにそれをカメラに収めると刑事の一人に持たせて本庁の写真班へ現像させにやった次に彼は隣へ行って広吉に会ったカクストンは青年の青ざめた顔を見つめながら言った「確か君は」 被害者の甥いだとか言いましたね。そうです。私も妹の時子も物心はつかないうちに両親を失いましたので、叔父の手一つで育てられてきたのです。ですから叔父は私どもにとって父であり、母であったのです。と弘吉は目頭に涙を浮かべながら答えた。それは気の毒な身の上だね。 してみれば、君としては一刻も早くおじさんを殺した犯人を捕獲することを望んでいるんだろうから、できるだけ詳しくおじさんについて話してくれたまえ。それはもう、何でも知っているだけのことを申し上げます。君は、おじさんが隣の空き家へしげしげ出入りをしていたのを知っていますかいえ、そんなことは少しも知りませんでした。 けれどもそうおっしゃれば一緒にうちへ帰ったはずのおじがいつの間にか部屋を抜け出して留守にしていることがたびたびありましたおじさんには女の友達でもありはしなかったか気がつきませんでしたか何でも若い友達があるというような噂は耳にしたことがありますが名前も知らなければ無論顔を見たこともありません その友達というのはここへ訪ねてきたことはないでしょうねその時何気なく勝手から出てきた松吉は探偵の顔を見て慌てて階段を上っていくとカクストンは「松吉さんちょっとお待ちなさい」と声をかけた松吉はおどおどしながら引き返してきてお辞儀をした親方は たびたび隣の空き家へ出入りをしていた形跡があるのだが君の寝室は2階のことだから無論これまでも夜中に親方がバルコニーへ出ることを知っていたろうね私はちょっとも関係がないのですえいそれに私は耳が少し遠いのでして 何か家内がそんなことをうしておりましたけれども親方はあれでなかなか難しい人なんでつまらぬことを大げさにして機嫌でも悪くしたらこちトラはすぐ飯の食い上げになってしまうのですよ親方は何のために隣へ行くのかね 何のためだか知りませんが、なんぼ親方だって、そうそう若い者の手前、うちを開けられませんからね。へい。と松吉は言った。カクストンはうなずきながら広吉を振り返って。では、おじさんの部屋へ案内してください。 吉は快くカクストンを3階へ導いたそこには旧御城への強化たびらを着た長谷の亡骸が寝台の上に安置され枕元の花瓶には白いカーネーションが23輪緑の葉と一緒に備えてあった目を泣き晴らした時子をはじめ松吉のかさんその他一座の者たちは亡骸の周りを取り囲んで打ち沈んでいた 陰鬱な顔をした武田は弘吉が隠すとんを伴って部屋へ入ってくると「あああなたが警察の方ですか私は世話人の武田というものです今度はいろいろとごやっかいをかけましてどうです 犯人は自白いたたしししましたでしょうか。一体どういう動機でこんなことをしでかしたのでしょうごくおとなしそうな内気な男でしたがね犯人とおっしゃるとあの現場に居合わせた青年のことですかあれは交流しましたがまだ犯人とは確定しません。 カクストンはそっけない調子で言ったそうしますとほかに犯人があるお見込みでいらっしゃるんですね何でも男が裏のヤードから塀を越えて逃げていったということですからそれも怪しいではありませんか何しろ我々は大切な親方を亡くして まったく途方に暮れている次第です。実にいい人でしたのに、おしいことをしました。一日も早く犯人があがってくれなければ、親方も浮かばれますまい。と武田は早口にしゃべり立てたが、カクストンは眉一つ動かさないで、何事か考えふけっている様子であった。 武田は相手が何事も言わないのでちょっと罰の悪い顔をして口を閉じたが急に思い出したように「じゃあ松さん私はこれから領事館へ死亡届を出しに行ってついでに葬儀会社の方へ回ってくるからあとよろしく頼むよ」と言ってカクストンに目礼をすると忙しそうに階段を下りていった。 カクストンはハセの机の前にしばらく立ち止まっていたが広吉の許可を得て机の引き出しの中を改めたそして一束の手紙を手にすると「では23日この手紙を借りてゆきますから」と言って上着のポケットへしまいながら「このうちの玄関の鍵はいくつあります?」と広吉を見て尋ねた みんなで三個ありましたが、一個はなくしました。三個ですね。で、誰がそれを持っていたのです一つは親方、一つは松吉さん、一つは時子が持っておりましたが、一週間前に時子はなくしてしまいましたから、今は二個しかありません。君の鍵を見せてください。それから、長谷さんのも。 松吉がポケットから鍵を出してカクストンに渡すと弘吉は壁にかかっているお父のズボンの隠しから同じ鍵を出してきたカクストンは2つの鍵を手の中でまさぐりながら時子に向かい「あなたはどこでその鍵をなくしました?」と聞いた「どこですか覚えはありませんが多分楽屋で落としたのかもしれません」 朝買い物に出た時は確かに持っていたのですけれど夜みんなとエンパイアザから帰ってきて私が一番先に一段を駆け上ってドアを開けようと思いましたら鍵がなくなっていたのですそれから後はずっと松吉さんの鍵を一緒に使わせてもらっておりましたと時子は答えたカクストンは間もなく帽子を取り上げ お忙しいところをお邪魔をしました」とインに挨拶をして帰っていった4緑衣の女時間が遅かったせいもあるが岡本は警視庁へ着くとそのまま陰鬱な留置場へ入れられた。 翌朝巡査が薄いコーヒーにニシンの焼いたものとパンを持ってきてくれたが岡本はようやくコーヒーを半分ほど飲んだだけで食事はどうしても喉へ通らなかった前夜来の異常なショックに疲れきった彼は食欲が皆無になっていた寒い冬の日がむなしく暮れていったその日はちょうど日曜日であったから所管長が休日であるように ここも取り調べは月曜日に延ばされた月曜日の朝彼は夜の全く開けきらないうちから目を覚まして身に重なりかかる惨めな光景を一つずつ数えながらがらんとした留置場の中を歩いていたが気力が尽きてぼんやりと罪のかたい椅子にいく時間も腰を下ろしていた頭上の白壁に高い窓から落ちてくる 外のひやびやした薄火の影が動いていたこうしていつまでこの恐ろしい赤猟のうちに幽閉されていることであろう自分の無罪は自分が知っている天下にこれより明白な事実はない無実の罪に悩むということはよく昔の物語に聞くところであるがいかに人情風俗慣習をことにする英国でも そのようなことがこの20世紀の世の中で実際にあり得ようとは思われない理か非か出るところへ出て一刻も早く身の在りかを立ててもらわねばこの寂しさに気狂いになってしまうかもしれないと岡本は思ったマリオンと喧嘩をしたあげくただ一人今の下宿に移ったこの一年は食うや食わずの生活に追われ続けていて恋もなければ。 優しい夢もなかった,したがってまかり間違ってどこの道端で野垂れ死にをしたからといって格別悔やむほどではなかったがそれがこの1週間前からふとした機嫌で長谷一座に加わることになってほっと息をつく間もなくたちまち恐ろしい殺人の嫌疑を受けるような羽目に立ち入ってしまったのである。彼は カムデンタウン街の空き家からインチされた時優しく自動車のドアの上に手をかけて時子の言った懐かしい言葉が焼けついたように頭に刻みつけられていたまだなじみの浅い彼にとってこの事件の起こる前までは単に美しい小鳥を見るほどに思っていたがこうして一人いると怪しきまでに可憐な彼女の姿を思い出してやるせない悩ましさに しみじみと胸の迫るのを覚えてきた。冷やしの短い冬の日も、岡本には終わりのない陰鬱な日が幾日も続いているように思われた。うつらうつらと遠い眠りの国へ引きずられていったかと思うと、ビクッと両足にけいれんを起こして、そのたびに浅い眠りから目覚めていた。じっと目を閉じていると、 今にもどこかでびっくりするような音響が起こりはしまいかという不安な予感に脅かされた気がつくとさしもに父とした一日が終わったと見えて頭上の高い壁に貧しい伝統がついていたやがて床石を歩いてくる重い靴跡が留置場の前にはたと止まった一人の巡査がドアを開けて 彼についてくるように命ずると先に立って長い廊下を歩いていったまもなく岡本は二三の事務員がせわしく書き物をしている一室に導かれた正面には前夜の L 警部が一束の書類を机の上へ積み重ねて何やら仕事をしていたが巡査が岡本を伴って入ってくるのを見ると隅の空き椅子を指して手招で待っているように命じた。 巡査は岡本を椅子にかけさせるとすぐ部屋を出ていったそれからものの10分もたった頃エル警部は気上の書類を押し合って席に立つとニコニコ笑いながら岡本のそばへやってきたどうも今度はひどい災難だったねどうばかりでは分かるまいが長谷の殺害事件に関する君の権疑はすっかり晴れたから。 君はもう下宿へ帰ってもよろしい。本当におの毒だった。と言った。岡本は首を下げたまま小声で。ありがとう。と言ったが、富には椅子から立ち上がろうともせず深いため息を漏らした。君はろくに食事をしなかったというじゃないか。一人で家へ帰れるかね それともタクシーを呼んであげようかね警部はいたわるように岡本の肩に優しく手を置いたい,いえ、それには及びません一人で大丈夫です犯人は捕まったのですかいや、まだ逮捕するまでには至らないが君の無罪なことは明白になっているい,たい。 誰がこののような恐ろししい罪を犯したのです。私が40番のうちへ入って行った時バルコニーからヤードへ降りて霧の中を逃げていった男ですか岡本は熱心に尋ねたそれもまだ十分にはわからないが必ず真犯人を挙げてみせる L 警部は岡本を部屋の外に送り出しながら廊下をさして ここを突き当たって右へ行くと出口へ出るからいいかねでは気をつけて行きたまえと言ったエケ警部は元の席に着くと何の合図か気丈に据え付けられた放置機のボタンを長く2つ鳴らした岡本は警視庁を出ると足は自然に人けのまれなエンバンクメントに向かったそこには みぞにたまった落ち葉を寒い風が吹き回していたその時黒の山高をかぶった背の低い男がいかにも暇人らしく両手を街灯のポケットに入れてむらぶらと彼の後からついてきた岡本はウェストミンスターの橋のたもとにたたずんでしばらくの間星のようにきらめく対岸の火に見入っていたが やがて欄干を離れて明るい町の方へ歩みを運んだ彼は停車場の広場を抜けて劇場の脇へ出たそうして数台並んでいる市街自動車の一つに乗って T 町 M 町を過ぎ車がカムデンタウンへ来ると彼はほとんど無意識に下車してしまった四つ字のバーでは労働者らしい数人の男が 泡立ったビールのグラスを上げて大声に話し合っていたその間に混じって両耳の上に髪をカタツムリのように結んだ太った女がボロの下がったスカートを引きずって片手にジャガイモの入った籠をぶら下げながらスタウトを煽っていた岡本はその前を通り過ぎて枯れた並木の続く暗い町へ入ると 石段を登って三十八番の戸口をたたいたしばらくして花太郎がドアを開けて顔を出した岡本は何かしら我が家へ帰ったような気安さを感じて懐かしいように「私だよ岡本だよ皆さんはうちにいるかい?」と言いながら相手の言葉も待たずに玄関へ上がりかけると 原太郎は岡本を玄関へ残したまま慌ただしく玄関を駆け上ってしまった間もなく松吉を先頭に一座の人々が仲間好奇心に駆られ仲間うさんくさそうな顔つきをしてどやどやと降りてきたおおや、お前さんんどうしたんだい？松吉のかみさんが一番先に声をかけた。 岡本はどぎまぎしていると松吉は逃がりきった顔つきで「まさか逃げてきたのじゃあるめえな」と冷ややかに言ったい,いえ私はもういいんです親方の顔を見せてください色々いろいろお世話になったのですから冗談じゃねえ。 死んだものをいつまでも放っておけるか今朝とっくに葬式を出してしまった」と松吉が吐き捨てるように言うと最前からみんなの後ろに立ってじっと口を結んでいた弘吉はやつれ果てた岡本の顔を見て「君が許されたとするとほかに真犯人が分かったのだね」 もう少し早かったらおじさんのお葬式にも間に合ったのにねと取りなすように言った岡本は寂しい顔を上げて人々の間に優しい時子の姿を求めた勝手にいた時子は騒々しい玄関の人声に何事かと思って出てくると思いがけぬ岡本が立っていたのでまあ岡本さんよかったわね と人々を押しのけながら前へ進み出たありがとう今日やっと許されましたおじさんをあんな目に合わせたのはやはりあなたが見たという裏の塀を越えて逃げていった男なのねと時子は言ったが岡本は黙って答えなかった時子は一同を振り返ってみんなどうしたっていうの せっかく岡本さんが帰ってきたのになんとか一ってあげたらいいじゃないの。というと松吉のかみさんは顔をふくらして「トキちゃんだが物事はよく考えてやらなくちゃバカを見るよ」「武田さんの言ったこともあるからね」と言った武田さんがどうしたっていうのあれはまだ、 岡本さんのことがはっきり決まらなかった時のことじゃありませんかと時子は下げすむように言ったそして岡本に向かって「ちょっと待っていらっしゃい」と言って階段を駆け上がっていったが間もなく厚い街灯を着て降りてきたさあ行きましょう時子は岡本の手を取るようにして あっけに取られている人々を残して石段を降りた2人は言葉もなく敷石の上を歩いていたが人通りの稀な寂しい街に出ると岡本は顔を上げて「ときこさんみんなはやっぱり私が親方を殺したと思っているようですね」と低い声で言ったときこは当惑した様子で しばらく相手の顔を見上げていたが、そうかもしれません、と答えた。あなたはどう思っていらっしゃるんです時子さん、どうぞあなただけは私を信じてください。私は決してそんな恐ろしいことをした覚えはないのです。私は時子さん一人に信じていただければ、 自分は無実の罪で一生牢獄に暮らしても悔しくないとさえ思っていました。ですから今日こうして晴天白日の身になって放免されてきてももしあなたの疑惑が晴れなかったら私は冷たい極夜に一生を送るよりももっと苦しい思いをしなくてはなりません。岡本は時子の顔を覗き込むようにして熱心に言った。 時子は立ち止まって哀がんするような青年の顔を見つめていたが私はあなたを信じていますわ私は最初から一度だってあなたを疑ったことはありませんでしたあなたが私をおだましになるとは思いませんものそれにこうして許されて帰っていらした以上は きっと警察の方で他に有力な権疑者を見つけたに違いありません。と慰めるように言ったありがとう。あなたのその言葉に励まされて私はこれから真犯人を探し出すことに努めましょう。私もそのことは考えています。一日も早く犯人を探し出しましょう。そうすれば自然、 みんなのわも晴れるわけです。私たちきょうだいはどうしても叔父の敵を探し出そうと決心しているんです2二人が途切れ途切れにこのようなことを話し合って歩いているうちにいつかバスへの街を過ぎて明るいストランドの大通りへ出てしまったふと見ると目の前の戸口から人々の群れが入れ替わり立ち代わり出入りしている。 そこは小綺麗な料理店,で店先のショーウィンドウにはこんがりと焼けたパイだのハムと赤いトマトを付け合わせた大皿などが並べてあった岡本はそれを見ると一時に空腹を覚えてきた時子は伝統に照らされた岡本のやつれた顔を顧みて「あなたはまだごはん前でしょ?」とささやいた岡本は 寒しい心を見透かされたように思ってちょっと顔を分からめたが時子の言葉を否定しようともしなかった時子は「ではここへ入りましょう」「私も疲れましたからカフェぐらいおつきあいするわ」と気軽に言ってさっさと店の中へ入ってしまった岡本もおとなしくその後について奥まった隅のテーブルに席を占めた 彼は久しぶりで入った料理店の中をまぶしそうに見回していたが左端のテーブルで食事をしていた男女の姿を見ると「おや?」と叫んで椅子から立ち上がった緑色の着物を着けた金髪の女も岡本を見つけてギョッとした様子であったが連れの男に悟られぬように素早く人差し指を唇へ当てて岡本に目配せをした岡本は 相手の意味ありげな合図に口を閉じて席に着いたが血の気のうせた彼の唇は怪しく震えていたその時金髪の女の連れが後ろを振り向くとそれは思いがけぬ世話人の武田であった彼は岡本を見て好人物らしい丸い顔に微笑をたたえながらやってきて「やあ君いつ出てきたね?」 でもまあ、こうして無事に出られてよかったね。実際心配していたよ。まさか君があんなことをしようとは思わなかったが。何しろ、場合が場合だったからね。でもよかった。僕もこれで安心したよ。と、優しく言った。岡本は武田の親しげな言葉に触れて、 急に涙ぐましいような心持ちになって、どうもありがとう。いろいろご親切にしていただきまして。と言った。しかし、武田がどうしてあの女と知り合いなのであろうという疑念が彼の心に首をもたげていたので、いつもほど親しみを持つことができなかった。武田は時子に向かって、きちゃん いいのかい、のか今頃一人歩きなんてと半ば冗談らしく笑いながら言った最前から岡本の知り合いらしい金髪の女に気を取られていた時子は慌てて武田の方を向いて「一人歩きなんかしていませんよちゃんと岡本さんに保護していただいてるじゃありませんか」とぶっきらぼうに答えた「なるほどね」 まあお互いさまだ。わたしも連れがあるからこれでしっけいしよう。じゃあ岡本くんまた宿へやってきたまえ。と言い残して武田は元の席へ帰った。時子は岡本の方へ顔を寄せて。あなたはあの女の方をご存じなのでしょうと言った。 岡本は今ら隠すわけにはいかないので黙ってうなずいた時子はもう一度注意深い視線を金髪の女に投げながら「どういうお知り合いなの随分きれいな方だわね」と言った岡本は女が武田とさえ馴れ馴れしく振る舞っている様子を見て明らかに象の色を顔に浮かべて思わず。 ちくしょうと呪いの言葉を漏らしたどうなすったの何を怒っていらっしゃるの岡本は時子の言葉に初めて我に返ったように女から目をそらして不安らしい時子の顔を見たあんな女何でもありません犬みたいなやつです岡本は 食いしばった歯の間から言った。絵を描いていらした頃のお友達でしょドキコさん、あんな奴のことなど気にしないでください。あれは私が世界中で一番憎んでいる女です。どうしてですのどういうお知り合いであったか、お察し支えなかったらお話しくださいな。私には、 何もお隠しなさらないお約束ではありませんか。ええ、私はあなたに隠し立てなどする気はありません。あれは、昔私と一緒に暮らしていたマリオンという女です。私に金がなくなったら、金の切れ目が縁の切れ目だと言って私を捨てていった女です。私が今このような惨めな境遇に落ちているのは、 みんなあいつのおかげです。まあ。と、トキコは目を見張っていたが、しばらくして。あなたを捨てていった人のことなどは、もうお忘れなさい。と、慰めるように言った。ええ、忘れますとも。あんなやつのことなんか、なんとも思いはいたしません。ただ。 私があんな女に会わないもっと前にあなたを知っていたらあんな女などを相手にしなかったのですそこへあつらえたスープと軽い魚が来たので時子は岡本の言葉に安心したように急に晴れやかな顔になってカフェに砂糖を入れながらもうそんなお話はやめましょうさ早く召し上がれあまり遅くならないうちに 私はからら。ななければなりませんからと言って岡本を促して食事をさせた武田とマリオンは最後にベネジクチンを細長いグラスで傾けていたが間もなく店を出ていった最前から岡本と時子に影のようについていた山高帽をかぶった背の低い男は2人の後ろに席を占めてコーヒーを飲んでいたが武田と連れの女が席を立つと つつかつかと立っていって店の支配人に何事か耳打ちをしたするとボーイの一人が武田とマリオンの使っていたグラスを2つつまむようにして持ってきた山高坊の男は支配人からボール箱をもらってその中に2つのグラスを収めるとそれを抱えてそそくさと店を出て行った 5指紋の主ウェストミンスター寺院のビッグベンが夜の凍った空気を震わせながら10時を報じたテームス川のエンバンクメントに面した警視庁の一室ではカクストン探偵が壁に黒い影を映しながらせわしく仕事をしていた机の上には拡大鏡 ガラス板指紋用墨汁ハケ、灰色黒色白色等の粉末などが所狭きまでに取り散らしてあった彼は指紋を取った紙片を幾枚か並べて端から拡大鏡に入れて熱心に見比べていたそこへ入り口の戸を軽く叩いて背の低い男がボール箱を大事そうに抱えて入ってきた カクストンは顔を上げて。どうだった何か面白いことがあったかねと尋ねた。性の低い男は箱を開けて、中から二つのガラスを取り出すと、机の上に並べて。こんな獲物がありました。今日あれから岡本に尾行していくうちに、岡本が時子とストランドのカフェレジナへ入ったのです。そこで、 武田という一座の世話人とマリオンという女が来ていましたその女の身元は岡本と時子の話によって探知しましたのですが何でも以前岡本と関係のあった女だそうです今は武田という男と関係があるらしいのですあなたが「この事件には必ず女が関係している」と言われたので。 あるいはこの女が何かの役に立つかもしれないと思って2人の指紋の残っているこのグラスを持ってきました彼はレジナで見聞きした出来事を詳しく話したガクストンは彼の報告にいちいちうなずきながら2つのガラスの外部に灰色の粉末を振りかけてハケで軽く撫でるようにするとグラスの内部に黒い紙片を挿入して そこにはっきりと浮かび上がった指紋を満足げに見つめていたなるほどこれは大した収穫だとつぶやきながら彼は拡大鏡でその指紋を覗きながら机の上に並べてある数個の指紋と見比べ始めたそこへ L 警部が入ってきたいかがです事件はどんな具合に発展しました と聞いたカクストンは岡本が見知らぬ女から託されたというタイプライターで記した不思議な手紙の上の指紋とグラスの一つに現れた指紋とを見比べながら「非常な好成績です」「多分今夜のうちに真犯人を挙げてしまうことができると思いますよ」と言った L 警部は不多の写真をカクストンに渡して 例のうちのフレンチ窓から取った指紋がオルス中にできましたので私が預かっていました新しい指紋が出たようですと言ったカクストンはそのうちの一つを見るとハッハこれはなかなか愉快だと初めてにやりと笑ったそれから数分の後カクストン L 警部および2人の刑事を乗せた自動車が深夜のロンドンを慌ただしく失踪していった翌日は冬には珍しい晴れた日であった岡本は数日来の疲れにほとんど死んだようになってベッドの上に倒れているところへカクストンが入ってきた岡本はぎょっとしてベッドから飛び起きるとカクストンは 寝込みを踏み込んですまなかったね。しかし君にとっていい頼りを持ってきたのだから我慢したまえとにかく君は今日こそ本当に自由な身になったのだよと言いながら気軽に傍らの椅子に腰を下ろして悠々とタバコに火をつけたごろ寝をしていた岡本は曲がったネクタイを正して乱れた髪の毛を指先でかき上げながら に落ちないような顔ををしてこのの不意の侵入者を見つめていた君をこの事件に巻き込んだあの不思議な手紙がかえって君の無罪を裏書きする有力な証拠となったわけさと言っただけでは分かれまいがハセを殺した犯人の運命はあの手紙の中に封じ込められていたのだ手紙に残っていた指紋がこの秘密を暴く鍵であったのさ つまり手紙を書いた男がある女と共謀してハセを殺害した罪を君に負わせようとしたのだ土曜日の晩9時30分自動車がカムデンタウン38番に止まると一人の男が現れて時色のリボンのついた合鍵で玄関のドアを開けバルコニーから柵を越えて隣の空き家へ忍び込んだその時男は フレンチ窓の3にはっきりと親指の指紋を残したそれから10分後にハセは一座の者たちと家へ帰ってきたのだハセはその晩10時にかねてから秘密に囲ってあったある女と隣の空き家で会う約束をしてあったのでひそかにバルコニーから隣に入り玄関の鍵を外して裏部屋へ戻ってくるとその前から物陰に隠れていた男が 不意に踊りかかって、ハセを締め殺してしまったのさ。男はそれから階段を降りて、玄関のドアを開け放したまま、どこかへ姿をくらましてしまった。その後に君がやってきたのは、ちょうど彼らの思うつぼにはまったわけなんだよ。では、やっぱり、私が行った時に裏の塀を越えて逃げていったのが犯人だったのですね。 ところが君が来る前にもう一人の別な人間が物取りの目的で開け放しになった玄関から2階へ上がっていったのさすると思いがけぬ死骸が,があったので驚いて逃げ出そうとしているところへ君が玄関からたたいたから奴は一目散に裏ヤードの塀を乗り越して逃げ去ったのだ君の見かけたのはその男だよ そいつは空き巣狙いの常習犯で昨日もある家へ入って仕事をしているところを取り押さえて厳しく尋問するとそのことを自白したので君があの家へ入る前にハセがすでに死骸となっていたことが確証されたのだではハセの家の人たちがまだ帰らない前に自動車で来てルスタクへ忍び込んだのは誰ですかと岡本は 片を飲んでカクストンの顔を見上げると彼は落ち着き払ってすなわちハセを殺した男の指紋は怪しい手紙の中身にあった指紋および空き家のフレンチ窓に残っていたものと同じであったがただわからないのはその女さそこで君をおとりにするために放免したわけだよ と言った。私がおとりになったのですかと岡本は目を見張ったおとりもおとり非常にいいおとりだったよ君はあの時エンバンクメントをウロウロしたあとで劇場の前から市街自動車に乗ってカムデンタウンへ行き時子さんと一緒にストランドまで行ってしまってカフェレジナに入ったろうそこで君は マリオンという君を捨てた昔の常人と世話人の武田が同じテーブルで食事をしているのを見かけたろうそんなことまでご存知ですか岡本は驚きのうちにようやくそれだけの言葉を口にしたまあ聞きたまえ武田とマリオンがカフェを出ると私の命令通り君たちを尾行してちょうど君の後ろに席を占めていた男が 二人の使ったガラスを手に入れて私のところへ持ってきた。するとどうだろう。グラスに残った武田の指紋は、凶行のあった土曜日の晩に先回りをして空き家に忍び込んでいた男の指紋と同一で、マリオンの指紋は同じものが例の手紙の封筒にありありと残っているじゃないか。一体、 それはどうしたわけです武田さんは何のために親方を殺したのでしょうと岡本は叫んだ。武田が長セを殺したのは恋と欲さ。長セがいなければ自分が親方になって一座を勝手に切り回すことができるし好きな女は手に入るわけじゃないか。マリオンから言えば 年寄りの長谷にいつまでもついているよりも前々から関係のある武田と公然一緒になる方がどんなにいいかわからないそれでまず長谷を手紙で隣の空き家へ連れ出しておいて武田に殺させその嫌疑を近頃一座に加入した邪魔になる君に負わせてしまおうとしたのさそして巧みに時間を見計らって あのような手紙を君に持たせてよこしたのだ。それで、二人はどうなりました昨べのうちに引っ取られてしまったさ。武田の部屋を捜索すると、例の手紙と同じ用紙や封筒が出てきたし、その上、時子がなくした時色のリボンのついた合鍵が出てきたりするのではどうにもならんじゃないか。はははは。 指紋のことかいそれは私の商売さ。人間がこの世に生まれてから看護家に入ってしまうまで、持って生まれた指紋は決して変わることはない。数千年前のミイラにさえ指紋が残っている。どうだねこれで何もかもすっかり明瞭になったじゃないか。これを聞いたら、トキコさんも君以上に喜ばれるに違いない。 では、さようなら、岡本くん。私は陰ながら、君たち二人の幸福を祈るよカクストンは軽く岡本の肩を叩いて、笑いながら、部屋を出て行った。